ヤンス・ボラダ、ヤンス・ボラダは、チェコの元自転車プロロードレース選手。スロバキアトレンチン出身。1991年プロ入り、2006年引退。ステージレースの区間優勝を狙うスプリンターとして、活躍し、通算80勝を挙げた。92年にツールド・ロマンディで、区間1勝を挙げるが、よりその名を高めたのは、翌93年のジロでイタリア。 区間優勝はなかったもののインテルジロ賞を獲得し、スプリント力をアピールした。94年は、絶好調で、ジロでイタリアでは、ポイント賞のアブドヤパロフを上回る、区間3賞を挙げ、総合優勝に輝いた、ロシアのベルシンと共に、東欧勢躍進を印象付けた。その後に行われたツールドフランスでも、区間一勝している。十七年には、ブエルタエスパーニャで、 区間3勝を挙げ、3大ツールのすべてで区間優勝を達成した。98年のツールドフランスでは、前半のステージではチームメイトのステールスを勝たせるトレインの発射台となるが、前半だけで区間2勝させる完璧なアシストをこなした上、自らも区間優勝を勝ち取った。マペー分裂の十九年以降はチーム力が減少したこともあり、 勝ち星も減少するが、2001年のツールドフランスでは、最終区間のシャンゼリゼ通りで区間優勝し、健在ぶりをアピールした。MTB レース含む AB マリオチポリーニの広角処分による繰り上げ優勝。ありがとうございます。